はいどうも、皆さんこんにちは、空気ランドのです。ということでね、今回ですね、スイッチプレゼント企画についてお話をさせていただきたいと思います。僕はですね、学生なんですけど、小学生のね、4年生ぐらいのね、ことね、一緒にね、下校したんですね。その時のお話をしたいと思います。その話はですね、だいたい2ヶ月3ヶ月前の話になるんですけど、その後にね、普通に話を喋ってたんです、下校中に。その時に普通のゲーム何してるのかなという意味で聞いてみました。スイッチ持ってる？聞いてみたら、その小学4年生の人が、うん、スイッチ持ってるよとあっけなく答えました。そこまでは全く普通の会話です。もちろん小学4年生でスイッチ持ってる人はもう結構いると思います。はい、まあ少し珍しいかなぐらいだと思うんですけど、それでね、もう冗談で僕は、プレゼント企画やってみないって言ってみたんです。そしたら小学4年生が、プレゼント企画やるの？と言ってきました。じゃあちなみに何台持ってるかなということが僕は気になって聞いてみました。スイッチ何台持ってる？そしたら衝撃のことを言ったんです。その小学4年生の子が、スイッチなんか10台以上持ってるよ。え？っていう話になったんですよ。それはおかしくない？っていう、10台以上なんで？っていう話になったんですね。はい、なんで僕はもう気になって、もうすぐ話を進めようとしました。そして、スイッチそんな持ってんの？じゃあプレゼント企画しようよって言いました。そんなちっぽけなものプレゼント企画すんの？って言われました。スイッチっぽけなの？と思いました。そして、なんでだろう、なんか矛盾してるなっていうことを思い始めたんです。そして僕は逆にそっちから聞かれました。スイッチ持ってないの？と言われました。そして僕はこう答えました。スイッチ持ってないよと言いました。実際僕はスイッチを持っていません。そのため僕は持っていませんと言いました。そしたら、なんで持ってないの？おかしくね？って言われました。あれ？さらにおかしいぞと思いました。さらに矛盾がしたんです。僕はその時にめっちゃ気になりました。なのでちょっと聞いてみたんです。スイッチってあの任天堂スイッチのことだよ。そしたら衝撃のことを言われました。任天堂スイッチ？何それ？まさかの事実でした。まあ小学4年生でね、任天堂スイッチを知らない人もねいるかもしれないんですけど、まさかの知らないっていう展開に僕は驚きました。じゃあスイッチ何のことを思ってたの？って話ですよね。それがですね、普通の皆さん必ず持っている、もう家とかアパートとかもうね、全てね持ってるというか、住んでるならわかるんですけど、あのね、電気を消したりね、つけたりするあのスイッチのことを言ってると勘違いしたみたいなんです。なんでね、もう10個以上あるよって言われましたね。いや、そりゃありますよっていうね。なんで逆に、ちゃんと任天堂スイッチって言えばよかったなっていう話です。はい、やっぱね、こうやってね、話がね、つじつまが合わないことだってよくあると思うんですね。なんでこれを機にね、これからやはりね、スイッチって言っただけじゃね、伝わらないんですよ。この流れでゲームの話をしていても、スイッチって言ってもね、相手がわからなかったらね、電気を消してつけたりするで、スイッチのことを勘違いするかもしれません。はい、でね、まあね、スイッチプレゼント機会についてはこういうお話ということで、スイッチのプレゼント企画はないんですけど、今後ね、ちょっとしたプレゼント企画をやっていこうかなと僕は考えております。
なんでね、もしかしたらやるかもしれません。ぜひお楽しみにしていてください。はい、スイッチではないんですけどね、プレゼント企画ちょっとやっていこうかなと思っています。ぜひね、もしかしたらね、そろそろあのプレゼント企画やるかもしれないので、ぜひチャンネル登録して、待っていてください。チャンネル登録して、ね、していたら、もうそれでね、プレゼント企画の判定に入りますから、はい、今のうちにしとけば、はい、通知もオンにしていただければね、いつ来てもね、もう忘れることなくできるんで、ぜひね、チャンネル登録と通知オン、そして高評価、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回ですね、スイッチのプレゼント企画っていうお話をさせていただきました。まあ話が合わないこともね、たくさんあると思います。はい、皆さんもね、気をつけていただければなと思います。ということで、今回この辺りで終わりにします。ぜひね、チャンネル登録お願いします。それでは、またね、いろいろね、他の動画も上げております。ぜひ次回とかね、他の動画見ていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。